本日は第52回関西高等学校アメリカフットボール選手権大会準決勝にご来場いただきまして誠にありがとうございます。この後行われます準決勝第2試合、高槻高校対関西学院高等部の試合はこの後15時午後3時キックオフで試合が行われます。試合開始に先立ちまして両チームのスターティングラインナップをご紹介いたします。はじめにメインスタンド側、本日紺のユニフォーム高槻高校ワイルドイーグルス、オフェンスチームワイドレシーバー17番藤田光成3年生、ワイドレシーバー5番松本裕樹3年生、ワイドレシーバー11番青木和夫3年生、ライトエンド30番松川大志3年生、タックル59番川端博人3年生、ガード64番小野翔和3年生、センター66番伊添晩志郎3年生、ガード72番梶井拓3年生、タックル70番山上春人2年生、クォーターバック4番安藤健太2年生、ランニングバック10番高橋渡る3年生、バンカー17番藤田光成3年生、ディフェンスチームディフェンスエンド30番松川大志3年生、ディフェンスエンド74番波多場修介2年生、ノースガード70番山上春人2年生、ラインバッター2番遠藤春人2年生、ラインバッター7番津田幸太郎2年生、ラインバッター19番大井翼2年生、コーナーバック33番北村大河3年生、コーナーバック5番松本裕樹3年生、セーフティー11番青木和夫3年生、セーフティー1番荒牧大輔3年生、セーフティー8番中出ひなた2年生、キッカー17番藤田光成3年生、以上が高槻高校ワイルドイーグルスのスターティングラインナップでした。続きましてバックスタンド側、本日白のユニフォーム関西学院高等部ファイターズのスターティングラインナップです。オフェンスチームオフェンスライン55番本間博人3年生、オフェンスライン77番都市川啓太2年生、オフェンスライン75番林瀬名3年生、オフェンスライン73番四季里幸四郎3年生、オフェンスライン52番林幸太郎2年生、以上が両チームのスターティングメンバーとなっております。サイトエンド11番川口凛3年生、ワイドレシーバー29番竹本翔太3年生、高槻高等学校が 27%、 ワイドレシーバー8番中辻亮太3年生、
勝利を予想しているというような状況となります。ワイドレシーバー17番鹿島弁2年生対決は、クォーターバック9番長澤孝雄2年生優勝した第48回大会の際にランニングバック31番長井秀3年生当時の担当賞は関西学院ファンター6番中雄大3年生さあその前もですね第45回でしてディフェンスチームディフェンスライン95番笹倉大河3年生その前年ですね14年大会ディフェンスライン11番川口凛3年生ディフェンスライン52番林光太郎2年生だから高槻さんは関西学院ディフェンスライン5番石井卓3年生対関西学院さんに対しラインバッター31番長井秀3年生さあまずは高槻高等学校注目選手ご紹介させていただきますラインバッター29番竹本翔太3年生ワイドレシーバー5番松本裕樹選手3年生ディフェンスバック17番鹿島弁2年生注目選手が集まってますねそしてディフェンスバック1番東高義彦3年生そしてディフェンスバック26番田島一生3年生応援祭70番山上春人選手2年生ディフェンスバック6番中雄大3年生そしてランニングバック10番ディフェンスバック24番増田祐介2年生そして、交代選手にはなりますがキッカー6番中雄大3年生そして、応援祭に77番増岡かなで選手以上が関西学院高等部ファイターズのスターティングラインナップでした、メンバーからは、キックオフはこの後15時午後3時キックオフです試合開始まで今しばらくお待ちくださいディフェンスバック33番北村大河選手3年生そしてディフェンスバック8番中根ひなた選手2年生が注目選手としていますその他選手ではないんですがディフェンスコーディネーターの鹿島さん元ね、今日のヤングスターズ OB ということで注目していますということでコメントいただいておりますさあ続いて本日白のユニフォーム関西学院高等部の注目選手非常に多くの、注目選手いただいておりますまずはオフェンスの注目選手から、応援祭77番利川啓太選手2年生応援祭75番林瀬名選手3年生タイトエンドとのダブルナンバーで99番で出場の可能性もございます、そして、応援祭52番林光太郎選手2年生、こちらも両面の選手ですねタイトエンドとディフェンスライン11番の川口凛選手3年生ワイドレシーバー17番鹿島善選手2年生クォーターバック9番長澤孝雄選手2年生そして圧倒的な、投票数でした、注目選手ランニングバック、ラインバッカーそしてキャプテンであります31番長井秀選手3年生そしてオフェンスのスターティングメンバー以外の部分交代選手からも注目選手いただきました、22番酒井ジョーダン選手ランニングバックの選手2年生ランニングバック27番三浦健太選手3年生ランニングバック、失礼いたしました。ワイドレシーバー7番、法律樹選手、2年生。クォーターバック3番、片坂井翔吾選手、3年生。応援サイン50番、西田光輝選手、2年生。ワイドレシーバー14番、倉地康平選手、2年生が挙げられております。ディフェンスからの、注目選手は、95番、ディフェンスラインの笹倉大河選手、3年生。ディフェンスライン5番、石井卓選手3年生そしてワイドレシーバーとのね鹿島前選手であったりとか、あとは林選手ですね平野選手が川崎学院さんも両面の選手見えましたねそして26番田島一生選手ディフェンスバックの選手3年生そしてこちらも注目度非常に多かった選手ディフェンスバック6番中雄大選手3年生
もう関西学院さんの、ね、注目選手投票は本当に永井選手と中選手に二分していたというような印象ですね。そしてスターティングメンバー以外の部分、交代選手からの、注目選手は、まずはディフェンスバック28番、玉田幸四郎選手、3年生ライバッカー0番、サニキ亮選手、2年生ディフェンサイン44番、千原相馬選手、2年生が挙げられておりました。さあ、もう間もなく試合開始となります。試合開始まで今しばらくお待ちいただければと思います。 We are playing!初めてアメリカンフットボールをご覧になられる方もいらっしゃるかと思いますので、ルールの紹介を簡単にさせていただきます。ゲームの進行は4回の攻撃で10ヤード以上進むことで、最後4回の攻撃権を獲得できる陣取り合戦のようなものとなっております。本日 YouTube ね、画面上、まだ掲示され、あ、今掲示されましたね。はい、ご覧の通り現在右でファースト&テンとありますが、これが攻撃回数を示しております。ファースト、セカンド、サード、フォースとね、攻撃回数変わりまして、横にある10という数字が、減ったり増えたりすることで、残りのヤード数を示しております。そしてこちら MK タクシーフィールドエキスポは、アメリカンフットボール専用グラウンドとなっておりますので、1ヤード前にラインが引いておりますので、こちらも参照いただければと思います。得点方法はタッチアン、ボールをエンドゾーン、相手のエンドゾーンに持ち込めば6点獲得なのです。ラグビーのトライに非常に似ているんですが、ラグビーのトライのようにボールを地面に置く必要はありません。ボールを保持した、選手保持した状態のボールが、エンドゾーンを割った時点で6点獲得。お待たせいたしました、これより第52回関西高等学校アメリカンフットボール選手権大会準決勝、高槻高校ワイルドイーグルス対関西学院高等部ファイターズの試合を行います。その他の得点方法といたしまして、タッチアンに及ばずとも、フィールド上からゴールポストの間にキックを落とすことで3点獲得することが可能です。さあ、もう間もなく試合開始となります。さあ、まずは本日のホームのユニフォーム、これよりフィールドに行きまして、セレモニーが行われます。10番、ランニングバック高橋渡選手、こちらを攻撃を決めるポイントスが行われます。白のユニフォーム、31番永井修選手、ランニングバックとラインバッカーの両面の選手。さあ、すでにチャット欄コメントをいただいておりますが、皆さんチャット欄にはポイントスに参加していますのは、高橋高校キャプテン10番高橋渡る、関西学院高等部キャプテン永井修です。ゴンベさん、高槻下馬評に負けず頑張れと、頑張れというコメント入ってきましたね。前半関西学院高等部レシーブ。さあ、前半関西学院ポイントスの結果、関西学院高等部が前半のレシーブを選択。前半戦は本来日本の高槻高校のキックオフで試合開始となります。この大会は日本アメリカンフットボール協会制定最新版のルールに準じて行われます。この準決勝は1クォーター10分間の正式計時で行われます。雰囲気も味わっていただきながら、こちらの実況解説も多く、聞いていただければと思います。さあ、まずは高槻高等学校のキックからということになりますが、張本勲さんと言ってますけど、高槻ファイト。さあ、今日は2年生球技祭りというのね、コメント。さあ、まずは関西学院高等部リターナーは17番ワンリターナーですね。17番鹿島選手、鹿島前選手のワンリターナー。本当はね、31番の永井選手と29番の竹本選手で固めてはいるものの、さあ、高槻高等学校キッカーは17番藤田光成選手、3年生下馬評を覆すことができるか。さあ、蹴り込んでいきました。さあ、17番鹿島選手、かなりブロッカーと距離が空いてしまったので、パスタックルかわす。高槻高校キッカー17番藤田光成のキックオフで試合開始。これを関西学院高等部リターナー17番鹿島前が約15ヤードリターン。さあ、ボールは自身の19ヤードに跳ね返
関西学院高等部ハースアンテンの攻撃。ボールを理解者視点、関西学院高等部自陣19ヤードからファーストダウンテン。前節両チームともにハードなゲームをこなしてきた特に高槻ボードラックをタイブレイクの末に勝利しました。さあまずはクォーターバック9番長澤選手自らボールを決めて、関西学院高等部前半最初の攻撃はクォーターバック9番長澤隆雄が自らボールをキープ。ゲインは4ヤード、ボールを4ヤード前進させています。関西学院高等部4回中2回目の攻撃、セカンドダウン。さあここもショットガンの2バイ2ですね。男性学院高等部ファースト、男性学院高等部ランニングバック31番長井修のランプレー、10ヤードをゲインしファーストダウン獲得です。ここから新たに4回の攻撃を開始します。男性学院高等部ファーストダウン点。さあそして6番の中選手がオフェンスのワイドレシーバーにも入っているんですね。手前のナンバー2、手前から見て2番目のワイドレシーバーに入っているんですね。さあそして再びボールキャリーさん、これは22番ですか、あ32番ですね。ボールキャリーしました、関西学院高等部32番、関西学院高等部ランニングバック32番前両和のランプレー、重装ヤードを減しファーストダウン獲得です。関西学院高等部自陣46ヤードから新たに4回の攻撃開始、ファーストダウン点。関西学院高等部敵陣まで迫ってくるか、ボールを自陣の46ヤードよりファーストダウン点の攻撃。長澤選手ロールしながら自らクリップしていくと、高槻ボールドラフト、これはナイスタックル。タックルしました2番の遠藤春人選手、2年生でした。関西学院高等部クォーターバックがボールをキープしていましたが、高槻高校ラインバッカー2番遠藤春人がタックル、セカンドダウンでございます。ノーゲインに抑えています、ゲインを与えておりません。関西学院高等部自陣46ヤードからセカンドダウン点。46ヤードですね。ノーゲインになりました。ユンサスリープを引いてるんですよ、ね、でもラインの反応悪くないです。さあ1本目チャンスのような形で当たった形のパーツワンが良くは持っているのを許しません。関西学院高等部のランプレーでしたが、高槻高校ディフェンスエンド30番松川大志、ラインバッター19番大井翼がタックル、ノーゲインに抑えています。関西学院高等部の攻撃はサードダウン、新たな攻撃権獲得のファーストダウン獲得までは残り10ヤード。さあサードダウン点、まだ今のところパスは一度も投げていない関西学院。さあここでプレーアクション、ここはプレーアクション、失敗です。さあ防災のことがあります。関西学院高等部サードダウンの攻撃はパスを投げましたが不成功、1回のダウンで前方へのパス、前パスは一度しか投げることができませんので、前パスが失敗に終わりますとそのダウンの攻撃は終了、ボールは元の位置から次のダウンの攻撃に変わります。関西学院高等部フォースダウン、ラストダウンです。1人でゲームをねメイキングしたと言っても過言ではない6番中選手、パントキック、キックに定評のある選手。さあ17番藤田選手がリターンを試みていくが、どうだ、ここで攻守交代です。関西学院高等部フォースダウンはバントを選択、4回の攻撃でファーストダウン獲得できなかった場合、その時点で攻守交代となるため、4回目の攻撃権を放棄しパントによる陣地を挽回します。パンター6番中雄大のパントを高槻高校リターナー17番藤田光生が約9ヤードリターン、
ボールを理解した地点から高槻高校前半最初の攻撃開始です。高槻高校自陣19ヤード14ヤードからファーストダウン10。まずは3バイ1、アブ選手はここはランナックパスしていけ。高槻高校高校ラック4番安藤健太からランニングバック33番北村大外のパス成功、ゲインは1ヤード。ありがとうございます。高槻頑張れというようなコメント、高槻を応援が増えてまいりました。さあ1ヤード前進しまして、セカンドダウンライン、高槻高校セカンドダウンライン、それクォーターバック4番安藤健太、それを拾い上げ走り出しましたが、関西学院高等部ディフェンスライン11番川口凛のタックルが早く大きくロスをしています。大きなロスになりました。サードダウン16、ただいまのプレーで8ヤードのロス。ここはちょっと無理せずに高槻高校サードダウン、バントで挽回という手段もあるんじゃないでしょうか。サードダウン獲得まで17ヤード、非常にいいバンターなので、タイムアウト取らざるを得ないか。まあまあまだね、前半ですので。チームタイムアウト。さあ高槻高校、高槻高校前半1回目。1回目のチームタイムアウトを取りました。ここで高槻高校が前半1回目のタイムアウトの要求です。タイムアウトは前半後半両チーム3回ずつ要求することが認められています。さあ、本日の天候状況としてはですね、まあ、今は完全に雨が上がりまして、そこまで、ね、何か雨の影響がある、あとは風の影響も特に大きくは受けていないような印象でありますが、高槻さんよく逃げてますよね。やはりみっちりと関西学院さんの分析をしてきたのかな。高槻高校サードダウン。さあサードダウン、ちょっとは3バイ1です。安藤選手パスターゲット、探すが取っているのは17番です。インターセプター、甲子交代です。甲子交代です。インターセプトしましょう。17番の甲子レフリータイムアウト、2年生成分補給のためのレフリータイムアウトを取ります。さあここでフィールド上は交代の半分が過ぎましたので、選手の健康管理のためレフリーによりましてウォータータイムアウトが取られます。先ほどのプレー、高槻高校のパスを関西学院高等部ディフェンスバック17番鹿島善がキャッチしまして、インターセプトとなり攻撃権は関西学院高等部に変わっています。オーサイエント変わってバントで陣地回復でも良かったと思うんですが、まあ、池さんもったいない、おっつけ絶対いけると、まあ、ピコちゃんさんからもコメントいただいています。まずね、まずここをタッチダウンさせずにキックに持ち込めるとね、いいですよね。で前節、中瀬選手が関西学院高等部敵陣14ヤードから4回の攻撃開始、ね、ファーストダウン10。不調だったのでこの辺が中瀬選手修正できるかというところですが、さあクォーターバック9番長澤選手がキープ。関西学院高等部クォーターバック9番長澤孝夫、自らボールを持ち3ヤードのゲイン。タックルしたのは高槻高校ラインバッター7番津田幸太郎でした。あ、そうですね、ステイさん、うちも多分その
パターンだったと思いますね。関西学院高等部セカンドダウン7、リスクを負ってしまうので、ね、さあ3ヤード前進しましてセカンドダウン7。さあいいですよ、大好きさんディフェンスの反応、特に集合非常にいいですね。関西学院さんに1対1でっていうところは、31番長井選手が中央突破、これは6ヤードほど前進しました。最終予選高等部ファーストダウン獲得、ファーストダウン更新ですか、失礼しました、ファーストダウンにはわずかに届いていません、わずかに及んでいません。そうですね、キックに持ち込めというね、アマバドールさんから関西学院高等部、先ほどのプレーランニングバック31番長井周のランプレー、長井選手が中央突破してきましたが6ヤードのゲインです。関西学院高等部サードダウン、ファーストダウン獲得まで残り1ヤード、ゴールラインまでは5ヤードです。外に広げられたりってありますから、あー、ここも31番長井選手、これはどうだ、ファーストダウン更新しているか、関西学院高等部中央へのランプレーでしたが、高槻高校ディフェンスライン30番松川大使、ラインバッター2番遠藤春人がタックルし、ファーストダウン獲得を阻止しています。関西学院高等部の攻撃はフォースダウン、高槻踏ん張りました、しかしフォースダウンでキックをする様子はない、関西学院ここは中央を狙っていく、あーいいフォーメーション、ヘビーな体型クビスネーク、長澤選手自ら持ち込んでいく、いやこれは関西学院高等部ファーストダウン、戦術ですね、かなりいかつい戦術に来ました。関西学院高等部フォースダウンはプレーを選択、クォーターバック9番長澤隆夫のコートバックスニーク、ファーストダウン2ゴール、ゴールまで残り2ヤードといったところ、さあそしてまたアイフォーメーションですか、ゴール前2ヤードから関西学院高等部ファーストダウン2ゴール、力技でいきます、ここは長井選手がもっと抜けて、そのままタッチだ、関西学院高等部タッチだ、いやー関西学院高等部、関西学院高等部ゴール前2ヤードからランニングバック31番長井周がボールを持ち、そのままエンドゾーンへと飛び込みタッチダウンです。関西学院高等部第1クォーター6点先制、これよりタッチダウンの後のボーナス点に挑戦します。トライボーポイント、キックが決まれば1点、プレーが決まれば2点のボーナス点が与えられます。あ、キリラワさんキックオフに間に合わなかったと、長井さんいや落ち着いてるな、キック成功、関西学院高等部トライフォーポイントはキッカー6番中雄大のキックが成功、ポイントは2つダウン、さらに1点を追加し関西学院高等部合計7点先制です。まあ、ただこの失点に関してはですね、あの高槻さんそんな気にする必要ないと思うんですね、あの自陣で自分たち の, あのミスで、まあ、それこそ、鹿島選手が非常にファインプレーでインターセプトしたのが得点につながったので、ここは切り替えていきたいところ。ただいま得点しました関西学院高等部のキックオフで試合再開です。さあそしてキッカー6番中選手、さあディープキック、かなり滞空時間が長かったが17番藤田選手、ここは今いいリターンになるか、関西学院高等部キッカー6番中雄大のキックオフで試合再開、これを高槻高校リターナー17番藤田光成が約20ヤードリターン、ショートヤードに関しては、まあ、もう、ね、人数が合致してたので関西学院高校自陣3、自陣29ヤードからバースダウン10、まずは前半のうちに得点を返しておきたい、さあピッチ
置していく。これはすごい。関西学院高等部17番です。高槻高校ランニングバック10番高橋渡がボールを持ちましたが、関西学院高等部ディフェンスバック17番鹿島善のタックルが速く4ヤードロスをしています。明日は晴れるさん県大圭と4ヤードのロスを取りました。鹿島選手、高槻高校セカンドダウン。さあセカンドダウン14ロングシチュエーション、このスリーバイワン、ここもオプションピッチ盛り上げてきているのは再び17番鹿島随選手、ボールを返しておりました。高槻高校ランニングバック33番北村大河 BBA のランプレーを展開しようとしましたが、ここも関西学院高等部ディフェンスバック17番鹿島健がタックル、さらに4ヤードロスしました。4ヤードのロスを奪っています。高槻高校の攻撃はサードダウン3回目の攻撃です。ファーストダウン獲得まで18ヤード。さあスリーバイは岡田さん17エグというようなコメント。高槻高校パッドを取りました。高槻高校高等学院が安藤健太からサイクリング30番松川大志のパスが成功、21ヤードをゲインしファーストダウン獲得です。高槻高校自陣42ヤードから新たに4回の攻撃開始、ファーストダウン10。体形がここで第1クォーター終了しております。第1クォーター終了いたしまして、ご覧の通り関西クォータータイム第1クォーターの終了です。ここで第1クォーター終了です。高槻高等部7点、高槻高等部が0点で現在関西学院高等部が7点リード。